ちゃんとキイちゃんとタカ子のトリプルで健康ドッカーン、すべてにトライ。さあ今日はキイちゃんの誕生日がちょっと過ぎちゃったけど、ハッピーバースデー。ちょっと匂いがしますね。はい、キイちゃんおめでとうございます。ありがとうございますと言いたいんですけども、はい、88歳は単なる通過点で、通過点かっこいい。一応90歳を目標にしております、はい、でも反省の分があってね。反省もあるんですか。いろいろね、はい、振り返ってみて、はい、真面目な話、はい、2、3箇所でね、ええ、健康について話をしてきたんですけど、はい、その中でね、私がやった生き様、生き様、うん、かっこいいな。80の壁というのがあってね、はい、まあ、人間昔から言われてんだけど、はい、それを乗り越えるにはどうしたらいいかっていう話がよく出るんだけどね。お、うん、やっぱりね、私はね、60までね、バリバリ働けばいいと思うのよ、がむしゃらにね。だから70になった時に、70から何をしようかなというね、はい、目標を一度ね、はい、考え直して自分に考えてどうしたらいいかと、80の壁も破れんじゃないかなと。まずね、脳の活性化、はいはい、うん、だからやっぱり年寄りになってしまうの、私も昨日も言ったんだけど、やはりもう年寄りはね、はい、おしゃれしないね。おしゃれをしてない、うん、いや、要するにね、はい、家を出る時にね、うん、平気で寝負けて出てっちゃう。うわ、それはまずい。いや近くだからいいって出てくる、ね、そういう人が大半。それとね、はい、年だからっていうの、何かっていうね、許される。いや、それでね、うん、だから冒険金が入る、うん、そういうことにやっぱりね、目標立てた方がいいかなと、はい、私も裏返して考えてみたら、はい、ちょっとこれ書いてきたんですけど、はい、68歳の時にね、68歳の時に、はい、ヤンゴンに会社を作りました、ミャンマーの。お、うん、それで、81歳の時に、はい、静岡でね、ミャンマーのセミナーを開いて、静岡の在韓者たち40人くらい、持ってきたのかな、80人。その時には向こうからセダの会長なんか来てくれてね、はい、静岡でやったんですけども、で82歳の時にね、正式に、はい、ヤンゴンのセダとミャンマーのね、私との、静岡で作るという、私が静岡でチェアマンをやるということの契約を結びました、はい、これいわゆるそのセダっていうのは、セダミャンマー政府がね、はい、公認した NGO ですから、 NGO です、はい、ですから、もうちゃんとしたもんでね、うん、この人はもうヤンゴンでは大金持ちです、うん、ヤンゴンの自動車の 70% は彼が日本から輸入してますから、なんか社員資本金は40億うーん日本円でね、社員が400人来るから、はい、社長ですけどね、まあ、その人と知り合って、はい、まあ、そんなことを始めたのが、82歳の時ですね、はい、で84歳の時には、商工会、静岡の商工会議所の役員たちメンバーを連れて、うん、ミャンマーの視察、それからその年にやっぱり県会議員の自民党の視察を連れて、はい、ミャンマーに視察を行ってますね、全部うちがコーディネートしたんですけどね、はい、まあ、そんなのがあって、ミャンマーのつながりができたと。でそれこそ今度、亀川陽子さんがね、はいはいはい、外務大臣になったんですけども、ね、はい、彼女もね、まだ法務大臣の時に、うん、ミャンマー行ってもらって、あ、そうだったんですね、行った時に、はい、うちの会社にも寄って、まあ、現地でいろいろ話をしてもらったんです、うん、そんなことがあって、まあ、反省したり、やっぱり70から私動いてるなという、うん、気持ちがね、整理がついたなと思った。それで、まあ、ここもね、はい、何でもトライってことで、はい、文ちゃんの紹介でね、はい、焼津テレビ文ちゃんの紹介で、はい、はい、で11月からですね、22年に11月から、はい、で、まあ、45回ぐらい今毎週だものね、45回出てますね、素晴らしい、うん、見てます。いや、はい、すごい、まあ、言いたい放題できるんで、ね、はい、非常に、面白い機会を得たんで、うんうん、これから90に向かって、90に向かって
何かしようなと思ってます。はい、それが今までの反省っていうか反省、あの人に入って生き様話した時にね、本当に私もね、60からものを考えてるのかと思ったんで、一応反省を見て調べたんですよ。十分考えてらっしゃると思いますよ。やっぱり68頃からね、自分なりにいろんなことを考えて、なんで外国かっていうと、あの私あのフレンドシップホースって前に話したんですけども、はい、あのカーター大統領の奥さんがね、はい、あのロザリン・カーターがあの要するにアイゼンハワーに対抗してね、はい、あのアイゼンハワーがピープルトゥーピープル、子供たちの交流をやるっていうことでやったんですけども、はい、あのカーター大統領がね、あのアンバサダー、はい、大人の交流をやろうってことで世界中に作った時にはたまたま静岡のね会を作るっていうのにそれに参加して、あの世界大会もね静岡でやったんですけど、その時には80何カ国来たのかな。うわそんなに、うん、ちょうどお正月の時だ、その時それこそ慎吾がまだ市長の時だったんで、うん、彼にもいろいろ挨拶してもらったりね、うん、その後、うん、それが縁でモンタナ州にね、はい、私の時に招待券が来てるんで、すごい、アメリカの100周年の招待券、その時に行かれたんですね。行きました。向こうに行って、あのね、あのいろいろ交流をしていたと。まあ、もともと外国行くの好きなんですね。好きですよね。うん、だってもう世界中くまなく、まあ、そんな世界中だったのに、まあ、ちょっとね、いいとこ見つけちゃってね。ハワイに行き過ぎちゃった。はハワイ、ね、でもすごい。国際人。国際人ですもの、文ちゃんも。ね。まあ、東南アジアはね、あの県の、あの団長になったりしてやってましたからね、はい、まあ、ヨーロッパはあまり行けなかったですね。でハワイで泊まっちゃったんで、はい、これからですね、まあ、ハワイ今行こうかなと思って、はいはいね、ただ ね、 あのねマウイ島なんでね、ちょっと ね、はい、いやか行くとこはもう安全だって電話も通じたん で、 そうなんです、ね、もうそれはいい、いいんだけどね、行ってもね迷惑かかっちゃうかなと思って、まあ、一度は行ってみたいなと思ってます、はい、まあ、そんなことでね90歳に向けて、90歳に向けて何かをしましょう、しましょう、はい、この焼津テレビのね大きくなるように、はい、素晴らしい、みんなで盛り上げていこう、いくぜ、まあ、そんなところがね、はい、今週のお話です。素晴らしいね、お誕生日も過ぎておめでとうございます、うん、いや本当ね、うん、あのみんなに言われたんだけど、昨日、はい、昨日さっき話したね、はい、あの立憲民主党の杉尾さんって、はい、TBS のキャスターやって、はい、たまたま会ったらあの人のお父さんを、はい、80年で盛大にやりすぎてね、2ヶ月後に死にましたって大丈夫です金ちゃんはそんな話昨日聞いた、ますます昨日聞いたんでね、パワーアップ、うんね、面白いなと思ってね、うん、まあね、はい、人間は、はい、生まれた時に死ぬ日は決まってますから、それみんな知らないだけでね、知らないだけ、うん、それはその何をしたら長生きするとかね、うん、何々すればこれを飲めば長生きする、それはね気休めでね、全て、うん、無理しないことです。そうですね、うん、もうね、うん、1万歩歩けばね、うん、何でもね1万歩歩けって、うん、ああいうバカなこと言う、バカじゃないかな、うん、でもほら不安じゃないですか人間って、だからそれで倒れちゃう人もいるんだよ、ね、苦しくて、でもその自分の体力に合ったね、うん、あのことを考えたらないとね、はい、いや今日それこそね、はい、あの腰痛、腰痛ね、戦ってますもんね、脊柱管なんて言われて、はい、今日、はい、で医者のとこ行って治りましたって言ったら、治ったじゃない、良くなったんだよって話だったんだけど、まあね、明けさんとか夫婦があの健康でいいねって言ってくれた、うん、みんな片っぽこけてるとかね、うん、動けないとかって人が多いよっていう話を医者としてきたんですけどね、まあ来月から、来月から全力で、全力でゴルフやります。やったーもう予約しちゃったんですか。いや予約はね、はあ、あのもうあの、あ、そうね、私は1年中取ってくれますか。そうですよね、今日やりたいよっていうのもすぐにどうぞ、日曜日のね、はい、あの9時10分スタートで、はい、もう決まってるんですね、1年間取ってありますから、素晴らしい、まあ、文ちゃんは明日、はい、あ、文ちゃんね、はい、はい、季節彼岸花、彼岸花、あれ毒があるでしょ。
あれはな、さあどうしよう。なんだっけあれは。彼岸花。彼岸花はあるんだよね。はい、あれなんでさ、ね、はい、あのあぜ道に。あぜ道に。あぜ道に植えるか、はい、知ってる？植えるか。植える。わからない。畑のあぜ道なんかいっぱいなってる。あ、はいはい。なぜか知る？知ってる？よく育つか。よく育つか。でもあれって葉っぱが出ない。あれなんかあるんだよね。葉っぱが出ないで。球根に一番毒がある。全部上もあるんだけど、球根が一番毒があって、はいはいはい、まずネズミとかね来ない。雑草が生えない。素晴らしい。雑草が生えないさ。そうだったんですね。ダメだ。知ってよ、農家さん。農家さんが知らないんだから。あ、でも素晴らしい。知ってるそれ。普通の人は知ってんだよ。そうだったね、俺は普通じゃないんだよね、やっぱね。いや、そんなに毒が。いや、いやあれあの本当に食べたらね、うん、あの死ぬことはないだろうけど、しびれちゃいますよ。うん、だってあのクロッカスとか、だからね、スズランもみんなそうなんだ。呼び方なんだっけあれ。呼び方。うん。まんじゅうしゃげ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 。はい、いや本当にね、はい、あのいやこれ考えたらね、そうだったらね、うん、ずっと植えたら毎年入るから、はいはい、そうですね、で増えていきますから、雑草も殺してくれるっていうんだから、うん、薬使わないでね、そう薬いらない、素晴らしい自然の、うん、そう、はい、うん、はい、整えてくれますよ、うん、うちの畑結構ありますよ、あだからうちは それはちゃんとあるじゃなくてちゃんと植えればいいんだ、球根は、はい、です、そうすれば何よ、雑草いらない、雑草がで生えてこないって、だけどね、雑草っていうのは、はい、あの野菜にとっては、はい、お友達、友達なんだよね、まあ、そう、コンパニオンクラス、雑草が大きくなったらあんた、はい、ご本尊が痩せちゃうじゃん、ね、何がん、だから本当に育てたい作物の人が元気がなくなって、うん、雑草が強いから、雑草が元気になっちゃう、だから雑草と心配なさってますが、うん、いかがでしょうか、まあ、雑草はあの、はい、野菜に対しては栄養源だと思ってるけどね、あ野菜に対する栄養源なんですね、うん、お友達ではない、友達じゃない、友達ではなく、うん、栄養源としてなってだと思ってる、はあ、うん、そうだったんですね、あのお茶、はい、お茶、お茶もそうなんだけど、はい、あの玉露ってあるでしょ、玉露、うん、はい、あれを作り方知ってる、あの薄でこうやってお茶を育てる、あ育てる方、日光を遮断するの、遮断する、うん、日光を遮断、あ日光、ね、日光を遮断するから、はい、栄養源が入らないんですよ、うん、で栄養源を日光入れるわけね、おほんとね、はい、今の玉露は、はい、よく知ら昨日その話したんだけど、はい、栄養源にしているものが何かっていうのがね、わからない、わからない、文ちゃん曰くね、自然のものじゃないんだよ、はい、うーん、いや農薬、農薬とは、うん、いや農薬ですよ、入れてるのは、うーん、肥料とかじゃなくて、肥料が農薬ですよ、あ肥料がね、怖い、いや怖くないですよ、そうですか、なんか、うん、ねえ、うん、だからさ、はい、あの玉露が高くて美味しいんだけど、うん、そういうのよく私も文ちゃんと会ってからやったら気持ちいいよ、あ、はいはい、調べてみようかな、おお素晴らしい、もうここでお勉強されてますよ、そういうふうにね、はい、あの思うようになったのは、はい、文ちゃんのおかげ、文ちゃんのおかげ、万歳、それはいいんだけど、文ちゃんの方の知識がちょっとな少なすぎる、違う増やしましょう、はい、そうじゃないんだよ、はい、農業っていうのはいろんなのが科学がどうのこうのってあるじゃない、はい、こちらみたいな頭の人はさ、はい、科学がどうのこうのって分かんないわけね、分からない、だから、うん、やってみて、あ、はい、これが合うなと思ったらそれをやってみる、うん、全てにトライ、そういう風にして、そう、はい、そういう風にしてやってね、うん、あこのやり方やったらすごい、うん、いいものができた、できたぞ、うん、そうやってこうお勉強されていくんですね、これはそういう風なやり方をして、うん、理屈で覚えるんじゃなくて、うちがやってる体験と経験を増やして、それを教えてくれた人がいたの、おあこれだったら俺でもできるなと、はい、でそれを13年続けて来られている文ちゃん、うん、さあその文ちゃん今週の一言、あずっとお休みだったんですもんね、うん、2週間お休みだったから、うんうん、はい、どうぞ、
一言。一言。一言。はい。あ、一言じゃないけども。一言じゃなくて、二言でもいいですよ。あのね、はい、昨日。昨日。あったこと。あったこと。あの、はい、孫の。孫の。あの、大会があったの。大会？大会。大会。うん。何の大会でしょうか？ミニバスケット。ミニバスケット。私もやってましたよ。やった。はい。いいね。はい。小学校3年生からミニバスとして、バスト、バスト。バスケット。バストね。中学校もバスケットやってました。やった。はい。うん。それでね、はい。もう、来年中学校なんだけども、はい。それがね、やっぱ体が大きくなってきてるから。おー。シュートも楽にこう、そうですよ、ね、もうダンクシュートも決めないと、そう、はい、かわいいでしょ、かわいいね、かわいいね、やっぱ孫はね、たまらない、すごいね、はい、それで簡単に、簡単にこう楽に入れちゃうんで、今までは小さかったから、サミコ、あれ、あれじゃないだよお友達やったはいどうぞ文ちゃん、はい、あそうか、はい、忘れたもん、だからお孫さんが、まあ、いやいや、うん、バスケットやって可愛くて、うん、今度の日曜日に、はい、今度はまた大会がある、また大会がある、うん、素晴らしい、そう、じゃ相撲、相撲は、うん、相撲どうだった、相撲は頭切りが負けちゃう、でも期待を持たせてくれたの、ね、そうですよね、でもね、はい、よかったのはね、はい、相撲を知らない人が見たね、そうですよね、たくさん、あの、うん、熱海プリンの、あの回しっていうんですか、うん、化粧回し、うん、ね、熱海プリンさんが作ってくださって、うん、それを本当につけて登場されたんですよね、そうそう、それを見て、うん、やったーみたいな感じがあって、うんうん、その今までね、うん、あのお相撲なんて見たことないよっていう方が見るようになった、そうなんですって、うん、人気が出たよね、これね、人気、人気、あ、人気ね、そうなんですよ、いや、人気はもう初めからだったんだ、ね、だって静岡で初めて優勝かもみたいな、そうじゃなくてね、はい、彼が出る時に白鵬がさ、はい、ものすごいいい子供がいるよって言ったのが、あ、白鵬の推しの人なんですね、そうそう、素晴らしい、それはもう3年、4年くらい前かな、お言ってたよ、彼はすごい良くなるって言って、だからそうもう見抜いてたんだね、大学に、だから今始まった話じゃない、相撲の好きな人はね、だから静岡っていうのがあったから、ね、静岡の人たちがみんな応援しただろうし、まあ焼津場所来るんじゃないかな、あ、来るってなんかね、ちょっと今ご相談中みたいなことをちらっと先ほどおっしゃってました、いや来るだろう多分、ねえ、っていうか来ないと、せっかくの静岡で一人いるしね、ねえ楽しみ、同じ部屋だしな、あ、そうなんですね、だからみんな夫人がついてるんだよ、いや、もう一人いるんだよ、静岡からもう下の方にね、はい、焼津の子、何夫人だったかな、やっぱり夫人がついてる、ずっと虫歯なんだけどね、緑夫人じゃない、緑夫人じゃなくてずっと虫歯なんだけどいるんだよ、虫歯なんだってわかる、相撲知らないよね、みんな、はい、わからないです、虫眼鏡で見ないとわからないの、小さい字で番組を、わかりました、あの表がね、序の口どうやって書いてるんだろうって、まだした、だからもう虫、だから虫眼鏡、虫眼鏡ってことなんですね、あれお書きになる方も、あれ独特、ね、だって細くて手書きだからね、そうですよね、もう絶対に読めないっていうか、うん、文字を分かってないと探せないと思います、あれは、うん、素晴らしい、いや、そんな子がいるみたい、はいはい、だから、うん、静岡もね、うんうん、今日、昨日だから下山がさ、あ、下村くんがね、下村くんが、うん、あれ、はい、帰ってた、あれ、後輩だからあら相撲連盟の会顧問、会長、うん、はい、彼がなんか帰ってた、ね、したからやるじゃない、やったー、うん、巡業というのはさ、はい、あの部屋が来るんだって、大相撲が全部来るわけじゃないから、ね、お部屋ごと、そうそう、お部屋ごとでもあるから、まあ、どっか来るところでもあるだろうし、あそこ横綱がいるからな、うーん、バスケット見た、バスケット、バスケット、バレーボール、バレーボールも見ましたよ、これもね、すごかったね、フルセットで、うーんみたいな感じでしたね、はい、でもそこまでこう盛り上げるっていうことは、うん、そこまでちょっとあともうちょっとっていうところじゃないですか、もうちょっとあったね、もうちょっとですね、うんうん、期待させるっていうのはとても素晴らしいことだと思います、まあ、いいね、うんうん、そうです、そうです、まあそれに控え、はい、政治はダメだね、あらー
政治家がいるから悪いけどね、なんかここにバッジのついた人が、まあ、ろくろも、はい、いないな。そうなんですね、昨日もね、さっき話して、はい、杉尾君にも話したんだけど、はい、あ、ダメだね、やっぱり言ってることが。そうなんですね、うん、じゃあやっぱり金ちゃんがここで立候補しないと、うん、できない。もう少し、ね、はい、真摯にね、真摯に物事を考えれば良くなると思います、はい、素晴らしい、うん、そういうこと言ってきたんだけどね。ねえ、自己欲出しちゃダメだよつって政治家は、うん、選ばれた人間だからね、公僕なんだよ、公僕。まず先生っていうのやめよう、みんなで。そうですね、公僕って分かりますか。寺子もないに先生なんて言う、先生ってなんで先生なのかな、はい、あれはあの第二次、はい、あの秘書が、秘書が先生って、うん、秘書を使ってたからたくさん、うん、それ秘書が先生先生って言って、うん、それがそのまま先生になっちゃったんですね。だから中国行ったらね、文ちゃんも先生だから先生中国はもう観光客全部先生ですよ。あ、そうなの、うん、じゃあ言われると気持ちよくなっちゃう人がいるんじゃない、やっぱり。そうですね、特に日本人はね、普段こう日頃言われてないと先生、はい、気持ちよくなっちゃうかもしれない。まずまず生きてるんだからね。そうですね、大したことはないんだよ。でも恩師は違うよ、恩師、うん、はい、恩師、うん、私はいつも言うんだけど、あの学校の先生、はい、世話になった人は本当に恩師は先生だと思う。あとは一切いないな、いない、先生と呼ばれるものはない。そうなんですね、うん、でももう私はそれ金ちゃん呼ばれちゃってるからね。あれないよ、中学じゃねえんだよ。先生、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 はい、歌はやめてということで、はい、さあ残り時間も少のございます。あと5分です。はい、文ちゃん、はい、はい、バスケット文ちゃんだからその、はい、あの彼岸花さ、はい、彼岸花、うん、育ててください。ずっとこう植えていく、育てるの、はい、まあ、入ってこないのが雑草がやってみましょう、やればいいじゃん、全てにトライ。あの畑の中で植えるわけじゃないんだよ、うん、だからネズミも、ね、ネズミとかああいうものも来なくなってたから、蛇が来なきゃいけない。だからそういうものがね、蛇も来なくなるかも、うん、毒だからね。やってみましょう、まずは全てにトライ。やってみないんで、あるなら球根を抜かずに置けばいいだって。増えますよ、彼岸花は、うん、あっという間にブワッて、うん、はい、検討します、検討してください、うん、ボクシング、ボクシング検討。はい、彼岸花どうぞ。どうぞ。まあそんなことでね。はい。まあ、あのいい誕生日を迎えてもらったんですけど、ね、まあ、基本的には、まあ、あのわがままに生かしてもらいますってみんな返事したんだけど。はい。うん、もうわがままに生きて90歳が、目標。目標も目前ですから、うん。いや、目前をやっていかないと。いや、目前ですからね。そんな何十年先をね。はい。この前の以下の奥のウイスキーじゃないけどね、はい、ああ、はい、買おうかなって話にしたら7年ですって言うからね、7年、大丈夫ですよ、7年、7年後の酒を買っても無理だから、はい、孫に買えって言ってたけど、確かに、ね、うん、仕込んで7年だって、うん、そうなんですね、うん、まあ、はい、買って買って、うん、買ってください。孫も買うよ、多分。やったー、うん、いくらか知らないけど、うん、いいお値段だと思います。100万円以上すると思う、うん、そうですよ、お願いします。100万か200万か分からないけど、うんうん、静岡で売った時、他の店で売った時には一番初めの時70万だったからね。おお、うん、じゃあまた上がった、上がりますね。違う違う、上がったじゃないで、さあ、お話を、お酒が全然作り方が違うからね、上がった上がらないじゃないだよ、うん、ね、価値が出た、いや違う違う、その、あの作るところの考え方でコストが決まるから、はい、だって お酒だってそうでしょ、うん、10万円から1000円の酒まであるじゃない、うん、作り方が違うから。大吟醸っていうのは日本酒ね、はい、米半分捨てちゃうわけだから、うん、芯だけ使って作るから値が高い。でも安いのアルコール入れちゃうからもっと安い、ね、それと同じよ。そういうことですね。長い上がったんじゃない。もし勉強して勉強しましょう。酒のこと知らないんだ、そうですよね、飲まないんだもんね。
そろそろお時間が参りました。次ロバさんの番組山村留学を静岡にゲスト、あ、山荘ごめんなさい、山荘留学を静岡にゲスト、天野民子さん、一般社団法人静岡、あ、ここが見えない、違う、この黒で見えない、里山に消えちゃってる。はい、ということでロバさん頑張ってください。はい、チーズ、イエーイ、88歳の誕生日、誕生日、上じゃない、ちょっと23歳、おめでとうございます、おめでとうございますって言うけどな、はい、さっき実験民主の杉山が、はい、お父さんが88歳盛大にやったんだって、で2ヶ月後に死んじゃったっすどーん、もう80なんて追い出しちゃいかんねん、ということでした、死ねんなっちゃう、ありがとうございます、それじゃあ